ロゴロゴは教育向けとして設計されたマルチパラダイムのコンピュータプログラミング言語である。しばしば簡易言語だと誤解されていることもあるが、再起なども扱える言語としての機能、リストなどのデータ構造や I、O ファイルなどの一般的な機能を持ったライブラリーなど簡易言語ではなく十分な能力を持ったプログラミング言語である。特徴的な機能としては、 タートルグラフィックがある。1967年、教育、特に構成主義教育のために、シーモア・パパーとシンシア・ソロモンによって開発された。名称はギリシャ語のロゴス、言葉に由来する。現代ではいささか想像しにくくなったことであるが当時、代表的な既存言語であったフォートラニア、その影響を受けた言語がもっぱら数値計算を試行したものであったのに対し、 言葉で操作する言語であるといったようなことを強調したものである。多くの計算機科学の概念を教えるのに使うことができ。例えば、カリフォルニア大学バークレー校の講師は3巻の著書、コンピューターサイエンスローホスタイルにまとめている。コンピュータの使用を通じた児童の思考能力の訓練を目的としており、主に8歳から12歳の児童にも扱いやすいよう。 配慮された豊富なグラフィック関連のコマンドが特徴である。主な使用者は学生、教師が想定された。1967年、マサチューセッツ州ケンブリッジにある研究機関、ボルト、ベレネクニューマンにて、ワリー・フューヤーズ・イグとシーモア・パパートが開発した人工知能、数理論理学、発達心理学の成果を基盤としている。最初の四年間は、 BBN にてロゴ開発とロゴによる教育の研究が行われた。ロゴの最初の実装はゴーストという名前で PDP-1 のリスクで書かれた。その目標は子供が単語や文で遊べる数学の遊び場を作ることだった。ロゴの設計では敷居が低く使いやすいこととエラーの原因がわかりやすいことが重視されている。タートル、カメを採用したのは 視覚的フィードバックが即座に得られ、デバッグを即座に行えるからだった。ロゴで操縦可能な亀のロボットが MIT で作られたのは1969年のことであり、それ以前から画面上で動作する仮想的なタートルが存在していた。現代のロゴもその最初のタートルの基本コンセプトからそれほど変わっていない。最初の亀ロボットは優先式であり、 ラジコンあるいは無線操縦ではなかった。後に BBN はアービングというカメロボットを開発しており、それは触覚センサーを持ち、前進、後退、回転といった動きができ、ベルを鳴らす機能も備えていた。1968年から69年にかけて、マサチューセッツ州レキシントンの中学校で1年間かけたロゴ教育が実施されている。 仮想的なタートルや亀ロボットを最初に教育に取り入れたのは同じ歴史との小学校5年生で1970年から71年にかけてのことである。ロゴ最大の特徴はタートルであり、画面上のカーソルで表され、タートルと呼ばれるようになったのは戦術の亀のロボットから、それに動きと線病を命令することができ、プログラムに基づいて、 線で描かれたグラフィックスを生成できる。三角形、または亀の形で表されることが多い。実際にはどんなアイコンでも良い。シーモア・パパートがロゴにタートルグラフィックスを追加したのは1960年代末頃でパパート自身が開発した亀ロボットに上げ下げ可能なペンを装着させて描画できるようにしたことからある。やはり現代からは 想像が難しいことであるが、1960年代には CRT によるラスタースキャンディスプレイ自体は存在していたものの、コンピュータグラフィックスの出力先としてはあまり一般的で用的なものではなかった。例えばフレームバッファに必要なメモリの容量と帯域幅は当時のコンピュータの性能では非現実的であった。当時、グラフィックの一般的な出力方式としては、プロッターや ベクタースキャンディスプレイであり、いずれもデカルト座標的にの絶対値内し相対値で指定するものであった。そのような描画方式の方が便利なこともあるが、正多角形や渦巻きなど、自然に再起的あるいは繰り返しになっているものを、そのまま自然に再起あるいは繰り返しによって描くという操作にはあまり向いていない。それに対したアトルでは、 命令は常にその時点での状態から相対的に作用する。すなわち、タートルは命令を受けるとその時点の位置と向きを起点として動作し、例えばレフト90と命令すれば左に90度を回転する。子供は自己と一体化しやすいタートルを操作してその軌跡を図形として描いたり色を塗ったりして楽しむことが簡単にできる。パパートはこれをボディー。 シントニックリーザニング、身体同調性推論と呼んだ。特に複数のタートルを同時に操作可能なロゴ実装では、タートル、カーソルの見た目の最定義や、タートル同士の当たり判定ができるようになっていて、ビデオゲーム用語で言う、いわゆる、スプライトのように使うことができるものもある。最終参照座標といったようなものがある、タートル的な描画システムはごくありふれたものだが、 例えば、SVG のパス要素による描画など、一例としては、L システムの図形を描画する、フラクテントというプログラムは、内部で、タートルへのコマンドという形で描画を表現している。大文字と小文字は、区別しないが、出力では大文字、小文字を保持する。標準規格は存在しないが、有志ベロー語が高く評価されている。教育用言語ではあるが、 リスト処理能力の高さから実用的なスクリプトが非常に書きやすくなっている。有志ベロ語には次の3種類のデータ型がある。数はワードの特殊ケースと解釈される。性的片付けではなくデータ型は実行によってチェックされる。次の2つの記号は重要な意味を持つ。数はその点で特別であり、本当はダブルクオート付きで書く必要があるが、に語にも、 同じに扱われる。変数への代入。例えば、コディチェ3は、ロゴでは、コディチェ4コマンドで行う。例えば、以下の2つの文は等価である。コディチェ4は2つのパラメータを取り、この例での2つ目のパラメータは、コディチェ6である。コディチェ7は2つのパラメータを取る演算であり、2つのパラメータの和を計算する。コディチェ8を評価すると、コディチェ9となり、 コディチェ10はコディチェ11と呼ばれるものの中身を取る。その結果、両者を加算した和が数として得られる。コディチェ4は第二パラメータを評価した結果を第一パラメータに格納する。プログラミングの観点から言えば、コディチェ4の第一パラメータは参照は私で、第二パラメータは値渡しである。通常は変数を使用前に宣言せず、変数スコープは 帯域的である。コディチェ14と宣言した変数のスコープは、宣言したプロシージャ及びそのプロシージャを呼び出す任意のプロシージャに限定される動的スコープの一種。入力、引数のあるプロシージャでは、実引数、アーギュメントの値を保持するローカル変数が生成される仮引数、パラメータ。リスプと同様のリストがあり、主要なデータ構造として引用される。 配列も用意している。ロゴには、if w ホワイル文、do ホワイル文、回数指定のループといった、いくつかの一般的制御構造を備えている。一般に、ロゴではループよりも、再起を好んで使用する。また、リストベースの制御構造もある。基本的な考え方は次のように2つのリストを使う。そうすると、コマンド群がリストの個々のアイテムに適用される。 マップ、アプライ、フィルター、放置、リデュース、カスケードといったテンプレートコマンドがある。テンプレート反復は、エクスプリシット、スロット、ネイモド、プロシージャー、ネイモードスロット、またはラムダ、プロシージャーテキストの4種類に分類される。属性リストは特殊なリストで、奇数番目のアイテムは属性名、玉数番目のアイテムは属性値となっている。 属性リストを操作するコマンドとして以下の3つがある。コマンドウィンドウ、出力ストリームにテキストを書き込むにはコディチェ18コマンドを使い、グラフィックスウィンドウにテキストを出力するにはコディチェ19コマンドを使用する。キーボードからの通常の入力ストリームから入力を受け付けるコマンドとしてコディチェ20、コディチェ21、コディチェ22がある。入力ストリームは ディスク上のファイルなどから入力するう義リエルことができる。同様に出力もリダイレクト可能である。コマンドは1行または複数行で書かれる。多くのコマンドには短縮型があり、例えばコディチェ23はコディチェ24、コディチェ25はコディチェ26と短縮できる。これは自動のタイピングの手間を省くという意味がある。 セミコロンから行末まではコメントとして無視される。ロゴでのハローワールドプログラムは次のようになる。ループ用コマンドは3種類ある。その一つが、リピートで、次の例は正方形を描画する。この場合、コディチェ27というコマンドを4回実行する。近似的に円を描くには、リピート360、FD1 ライト1のように一度ずつ回転して一単位だけ。 描画するコマンドを360回反復すればよい。ループは入れ子可能であり、次のようなちょっとしたコードで面白い図形を描画できる。次もループの入れ子の例である、タートルは、その尻尾にペンをつけた形のアナロジーで使われることが多い。タートルのペンは、上げ下げでき、次のように破線を描くことができる。ロゴの設計は、敷居は低く、 天井はないという精神で貫かれており、初心者にとってはとっつきやすいが熟練したユーザーが使えば高度なこともできる。アニメーションを行うには図形を描画し、それを消去する機能を必要とする。タートルのアナロジーでは、タートルが描画だけでなく、消去もできなければならない。ユ志シベローゴでは、ペネラセというコマンドですでに描かれているものをタートルが消去することができる。 その状態で FD コマンドを使えばタートルが通った後に沿ってすでに描画されていたのが消去される。再び描画状態にするにはペンペイントコマンドを使用する。コマンドはパスカルにおいて値を返さないプロシージャに似ておりオペレーションはパスカルにおいて値を返す関数に似ている。で言えばロゴのオペレーションはクエリに相当する。 リスプに似た慣習として返す値がコディチェ32またはコディチェ33に限定されているオペレーションを術語と呼び慣習として名前の最後にコディチェ34を付ける。例えばコディチェ35コディチェ36コディチェ37などがある。プロシージャはトゥーとエンドで囲まれたコードで次のように定義できる。ロゴでは エドルなどのコマンドでエディタを呼び出すことができる。エディタではプロシージャを複数行で記述でき、完了の後に解釈される。新たに定義したプロシージャは名前に対応するワード、上記の例では、チェアとしてセーブされるが、ロゴのセッションが終了すると忘れられてしまう。上の例の場合、プロシージャを定義した後は、コディチェ38と入力すれば、コディチェ39というコードが実行される。 つまりコディチェ38というワードはコマンドのように使うことができ、例えばコディチェ41とすればコディチェ38の操作が4回反復される。コディチェ43はグラフィックスウィンドウをクリアするコマンド、コディチェ44は指定した時間だけ待つコマンドである。次のようにすればアニメーションが可能となる。ロゴではプロシージャに追加情報を渡し、 プロシージャが情報を返すことができる。追加情報を使用するプロシージャは定義の際にそれらに名前を付ける。その場合、名前の前のコロンを付ける。情報は値はしであり、コロンは代の値を意味する。次の例のように、チェア200という形でプロシージャを呼び出せば、シスイズに200という値がセットされ、FD、シスイズとすることで、 FD に対して200という値を指定して実行することになる。数式は全知記法が基本であり、コディチェ45のように記述する。中置き法も可能である。キーワードについての説明は、コディチェ46コマンドで表示できる。その際キーワードの前にダブルコートが必要である。ロゴは再起呼び出しが可能であり、 プロシージャの定義内でそのプロシージャ自身を呼び出せる。再起と描画機能によって、コッホ曲線やヒルベルト曲線、二分目などといった再起的な図形を自然に描くことができるのもロゴの大きな特徴である。教育としては、子供に思い思いの図形を定義させ、図形に潜んでいる、規則性に気づかせるというような指導が行われている。 原設計者たちが英語話者であったため、英語ベースで設計されたが、他言語をベースとしたコマンドへの置き換えが、盛んに行われている言語でもある。例えば、日本語化されたコマンドを持つロゴでは、コディチェ23を、前へ、コディチェ25を、右へ、などとしているものがある。2012年11月時点で、261の実装や方言があり、それぞれに特徴がある。 その多くは歴史的なもので既でに使われていないが、今も活発に開発されているものもある。標準規格がないが、言語の中核的部分については、大まかな合意が形成されている。それでも様々な方言があり、相互に完全な互換性がない。単にの描画プログラムをロゴと呼んでいる場合があり、状況を混乱させている。 1980年代初頭から中頃にかけて、Apple 通用の Apple ロゴや TI-99、4A 用の TI ロゴが発売され、初心者のプログラミング入門に最適と宣伝された。この頃、欧米の小学校での教育によく使われ、ロゴの最盛期だったと言える。Apple ロゴを開発したのは LCC で、これが初期のロゴ実装として広く普及した。今日ほぼ、 デファクトスタンダードとされているのが、ブライアン・ハーベイの開発した、ーシベロゴである。フリーかつクロスプラットフォームの実装だが、GUI は、初歩的なものしかなく、そのインターフェースを改良するプロジェクトがいくつかある。マイクロソフト・ウィンドウズ向きに拡張したとその、後継であるは、イギリス、オーストラリア、ギリシャの学校でよく使われている。製品として販売されているロゴも、学校でよく使われており、 やイマジンロゴなどがある。ムスローゴは複数のタートルを扱え 3D グラフィックスを描画できる。またウィンドウインターフェースもサポートしており GUI を通した IO も可能でキーボードやマウスからのイベントを扱える。ムスローゴ6.5では GIF セーブコマンドで簡単な GIF アニメーションも生成できる。最近の実装では 数千ものタートルを同時に扱える。代表的な実装として、MIT のストレロゴと CCL のネトロゴがある。これを使って、双発現象など、社会学、生物学、物理学などの分野の研究も行われている。多くのロゴ実装は、2D グラフィックスしか扱えないが、エリカなどは、3D グラフィックスをサポートしている。 多くの実装はインタプリタだが、エリカの作者は、ローヒューというコンパイラーも開発している。もともとタートルは単純なロボットに対する操作をコンピュータ上で再現したものであるため、ロボット操作との親和性が非常に高い。そのためロボット制御ができる実装もある。例えば、レゴで作ったものをロゴで操作するということも行われていたが、後にマインドストロームズとして発展させた際に、 別の言語を採用した。その元になったクリカッツは、レゴと MIT が共同開発したもので、そのためのクライケットロゴが開発された。オブジェクト思考的拡張を施した実装としてなどがある。ロゴを3次元グラフィックスに拡張した実装として、ロゴ 3D もある。Java で実装されたオープンソースのロゴとして、ダニエル・アズマの開発したタートルトーラックスがある。これは、 bsd ロゴに拡張を施したもので、後にジョージ・バーバリスが、ネット、j で動かしたものもある。e、スレートロゴは、タートル・トーラックスにオブジェクト思考的プリミティブを追加して拡張したもので、こちらも開発は、ジョージ・バーバリスである。日本で開発された、あるいは、日本語版が発売されたロゴとして、以下の例がある。ロゴは、プログラミング言語スモーアルトックに、 大きな影響を与えた。オブジェクト思考がタートルグラフィックスに起源を持つことはよく知られている。スモアルトックから派生したスキックで書かれたプログラミング教育環境イートスモーロゴの影響を強く受けている。学習者の学習環境として思考の表現方法としては、そのイートス、同じくスキックで書かれた MIT のスクラッチカーネギーメロン大学のエリカが その可能性を競い合っている。ロゴはまた、ボクサーの基盤言語でもある。ボクサーは、カリフォルニア大学バークレー校と、マサチューセッツ工科大学の共同開発プロジェクトで、リテラシーモデルに基づくマイクロワールドの種である。は、緩やかにロゴに基づいた、子供向けプログラミング環境であり、KDE 上で動作する、KDE エデュケーションプロジェクトに含まれる。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。